ちょっと冒頭の方にあるやつなんですけど、例えばまあ1番、まあ、2番でこの1と2の2人だけで完結してしまうというか、まずバランスが良くなるんですよね。そこにこう、まあ、僕はたまたま何だろう、まあ、男女とかっていう言葉もはしょはしょ出てくるんですけど、その中で3という数字がもう1と2で完結している中にやっぱり3っていうものが入ってくる、3人目ですよね。3人目が入ってくるとちょっとずれてくるんですよね。あれ、なんかこの人は誰だみたいな、俺たち2人で完結している流れが3によって変わる。1、2、1、2、3。だから既存の、まあ、要するに音楽かけて、まあ、華やかに踊るみたいなことになる前とか、まあ、そうならないとか、その華やかな状態じゃない状態でじゃあ踊るってあるのかなとか、ちょっとそういう興味、違う興味を持って足を運んでもらえるといいやつなのかもしれないですね。その、まあタイトルがね、ダンスって言葉で言っちゃうと踊る方のダンスにしかならないですけど、あの文字としてはダンスというか、まあ談話の段を漢字に入れてカタカナですっていうので、これがタイトルなので、まあダブルミーニングなんですよね。踊るっていうことと、まあ喋るっていうか、まあこう段って喋るというか話すというよりももっとこう囲んでみんなでこうカンバセーションするみたいな、まあそういう意味合いの方が強い言葉だと思うので、なんかその2つをやっぱこうイメージするというか、スリスリしてスリスリって、お前目を見ろ。もう今言ったような、そのいわゆるビシバシッと踊ってしまうとか、ビシバシッと喋ってしまう前に起こる、こう初めましてじゃないけど、なんかこう、なんかこの、この瞬間の、そう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 、なんかこう喋、っていうこの、なんかこのこのなんかが生まれる前の、なんかこの体なり言葉なりの空気感を、なんかこうどういうふうに面白おかしく膨らませられるかなみたいなことは、まあメインとしてやってるし、体と体を合わせながらお互いに重心をこう渡し合ったり乗ったり乗せられたりしながらこう動いていくっていう、まあそれはもう一つのコミュニケーションなんですけど、まあそれをこうメインに体を動かしてて、まあいささかプロレスメーター、まあ、感じは感じはありますね。だからこうプロレス的なあのエンタメはあります。人が物を見たいってなった時って、じゃあね、お芝居を見に行きたいとか、落語とかライブダンスっていうものをイメージしてもちろん行くわけですからね。だからそれに何を求めるかっていうのはあると思うんですけど、まあダンスを見たいって思ってきてもらってもいいですし、それこそその談話の段の方の喋りを見に来てもらいたいっていう感覚で来てもらっても、なんか不思議な面白さを味わえる作品だと思いますし、うん、なんかまあ、分かりやすく僕は、まあ、なんていうんですかね、プロレスみたいなことを言ってるんですけど、まあ、その身体的な表現としても面白いですし、なんかいわゆるそのダンス見に行くって言って、しかもまあいわゆるコンテンポラリーダンスって言ってしまうと、まあ抽象的でちょっととっつきづらいみたいなものなんですけど、これに関してはね、なんかまあこうやって喋ってる感じで伝わってくれたら嬉しいなと思うんですけど、あんまりそういうニュアンスでやってないので、なんかなんか変なものを見たでも面白いと思えたっていうような作品にはなってると思いますね、うん、こう言っちゃうとあれかもしれないけど、なんかこうね、ダンスと、まあ言ってみたらダンスがダンスで、そのまあこっちの段は段に、巣はまあ演劇だとしたら、まあそれがうまくぐちゃぐちゃ融合されてるというと、なんかすごいあれだけど、どちらの目線から本当にでも見てもらいたいなと思うし、多分ちょっと肩透かしを食わされるんだけど、うん、それでもなかなか、うん、うんと思うんじゃないかなと、うん、
肩すかされただけでは終わらないと思うので、あこれもダンスなんだって思ったら、そのダンスの幅がその人の中で一個広がるじゃないですか。なんかそういうね感覚で見てもらってもね、うん、もしかしたらいいのかもしれないですね、うんうん。こうやってる間はすごくやっぱセッション感も強いので、うん、そうだね、なんかそこはもうなんかそこは素通りしちゃうんだって、そこでなんかこう一個フラグ立てんじゃないのみたいな、立てないんだみたいな、うんうん、そういうことも本番中に起こったり、あ、まあ、特にあるので、そういうこう生々しさも一個ありつつ、なんかその生々しさをお客さんは多分見ててどっちかなって思うんですよ。不安になる、まあ、不安、それもある種不安というかでもここで起こってるのはなんかこうなんか本当にひんやりした空気が流れたりとかふざけんなよみたいな空気がちょっと流れてたりとか、なんか本当にちょっと想像しなかったことが起こっちゃって笑っちゃったりとか、なんか本当にそういうこうセッションなんか、まあそういう遊びをまあこう大事にしようっていう空気の中でやってるんで、それはなんか内輪にならないようにっていうのはイメージしつつ、うんうん、なんかそれはお客さんにも届くんじゃないかなと思うんですよね、うん、本当に用意されたエンターテインメント的な笑いだけではない、そういうその不思議な間合いとかっていうのもなんかこの作にはあると思いますね、うん。劇場でお待ちしています。談話とダンスでダンス、大上慎太郎、森山未来、平原慎太郎、アートか格闘技か、時代に行き交う型破りのパフォーマンス、ダンス大阪公演は3月11日から。